アロハイジェです。皆様、年末に入ってだいぶ寒くなってきましたが、どんな年末年始の過ごし方をしていますか？日本も季節を感じるイルミネーションや正月のディスプレイで街がにぎわっている頃だと思いますが、今回トロピカルなハワイのクリスマスを感じられる場所を5選、紹介したいと思います。トロピカルとクリスマスの組み合わせって日本の人にはもしかしたらあんまりしっくりこないかもしれませんが、ハワイのクリスマスもサンタさんはもちろん街のあちこちで見かけられたりします。で、ね、ビーチで、街中でっていう感じで、ローカルの人や観光客は、ビーチサンダル、そして T シャツでお出かけをしていたり、ハワイならではのクリスマスのスタイル、風景、風情、そして楽しみ方があるので、そんなところも含めて皆様にお伝えできたらと思っています。私のように生活する人とクリスマスのシーズンにハワイに家族や友達、そして恋人でのね、旅行で訪れたい人もいると思うので、今回は少し広めの設定で紹介したいと思います。今後このチャンネルでは、私 EJ がコーディネーターとして雑誌やテレビなど、様々なところを取材した経験をもとにね、いろんなハワイの過ごし方を皆さんに知っていただけるようなちょっと深掘りしたチャンネルをね、作っていこうと思いますので、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。まずは一番わかりやすいところから紹介しようと思います。ワイキキですね。ハワイと聞いて皆さんが一番最初に思い浮かべる場所なのかもしれません。ワイキキは、ホテル、ショップ、レストランのほか、さまざまなアクティビティやビジネスがある、まさにハワイの中心的な観光特区みたいなところって言えばいいのかな。オアフ島のほとんどのホテルがここワイキキにあって、まあ、一つ目はね、ホテルを紹介したいなと思っています。まずはアウトリガーワイキキです。こちら524室ほどのホテルで、皆さんが知っている世界の名だたるブランドホテルと違いまして、どちらかというとファミリーとローカル色の強いホテルで、ハワイの昔のハレクラインなどと同じ建築家によって建てられていたんですね。で、アウトリガーという名前のついたホテルは全部でワイキキに4つありまして、その中でも、本当のワイキキビーチの上にある、そんなホテルになります。ワイキキのビーチって長いビーチのイメージが多い人もいるかもしれませんが、結構実は区切られてるんですね。で、鮮やかなピンク色の特徴のロイヤルハワイアンホテル、そして、モアナサーフライダーというね、非常に古いホテル、そしてこのアウトリガーワイキキの3つだけが実際ね、本当にワイキキビーチにあるホテルとなるんですね。話を元に戻すと、長い歴史は本当に長くなっちゃうのでね、割愛しますが、こちらのホテルはもともとカヌークラブだった場所をホテルにしたので、アウトリガーカヌーがシンボルなんですね。だから、ロビーにカヌーやクリスマスツリーが一緒にディスプレイされているんです。続いてはモアナサフライダーです。1901年完成のハワイで一番古いホテルなんですが、格式、威厳、コロニアル建築様式のレトロなおしゃれ感が混在するホテルです。昔はハワイの王族限定のホテルでした。こちらのホテルは他のホテルよりもツリーやディスプレイが多い印象で、今度ゆっくり紹介したいのですが、海側のレストランビーチハウスは中庭のバニアンツリーと海を眺めつつ、コース料理が主体で、あとはねペアリングのワインがついたコース料理が特徴でして、おすすめのメインの、ボルドレーズソースのフィレステーキはおすすめです。実は私も料理が好きでよく作ることが多いのですが、ボルドレーズソースはすごく手間がかかって味の再現が難しいのですが、ここは丁寧な味付けでフーディーの方にもおすすめかもしれませんね。恋人や特別な人と特別な時間を祝う、ちょっと大人の過ごし方ができると思います。本当はレストランももっと紹介したかったのですが、ハワイのレストランはコロナで規制されていて営業的に大変なところが多くて、時期としてはあんまり良くないのかなと思い、今回は断念しています。アメリカのクリスマスでよく見かける、ジンジャークッキーの可愛いディスプレイもおすすめです。続きまして、ホテルを出て少し街の中のクリスマスを紹介したいと思います。ショップが集まるモールの中で2つほど、クリスマスを楽しめる場所を紹介します。1つ目はロイヤルハワイアンセンターで、ザ・ワイキキの中心的な場所に佇むクリスマスツリーは結構背が高くて、もしかしたらワイキキ一番かもしれません。すぐ近くにはセンターステージで毎週火曜日の朝にフラの無料レッスンや夕方にハワイアンバンドが演奏したりしますので、クリスマスツリーとあとハワイアンミュージックっていうね、ちょっと不思議なコンビネーションを楽しむことができます。
で、2つ目のモールですが、ワイキキから車で15分ぐらいのところにあるカハラモールがおすすめです。観光客っていうよりもどちらかというとローカルの人たちが集まる場所でして、クローズドタイプの全天候型のモールは季節や天候に関係なくゆっくりと買い物ができるのが特徴かなと思います。皆さんもよくモールに行くと思いますが、カハラモールはいろんなイベントに力を入れているので、クリスマスに限らず旅行の際も結構素敵なイベントに出会えるかもしれないですね。この時期広い通路では様々なクリスマスのイベントをしています。ちょうど、撮影いた時にですね、センターステージエリアでハワイで先日デビューしたてのアイドルグループの、クロッシングレインがサイン会をしていまして、サインをもらってきちゃいました。爽やかでノリノリな感じがハワイの若いローカルだなって感じます。実は TOKIO の山口さんの息子さんがいます。ジャニーズファンの方はすぐに気づくかもしれないですね。パフォーマンスと歌が結構本格的で、今後大きく売れていくんだろうなと思います。ご本人たちもコロナが明けたら早く日本のみんなに会いたいと話していました。彼らが日本で活動できたら、ハワイ好きの友達と一緒にハワイの風も感じられるコンサートにぜひ行ってみてほしいなと思います。で、こちらカハラモールなんですけど、サンタさんとの撮影会やってました。結構にぎわってました。サンタさんが来る、こういったイベントってアメリカでは大人気なんですよね。ただ日本もそうなのかな。私も子供の時の楽しかった記憶が鮮やかに残るので、カップルだけではなく家族で、撮影してもいいのかなって思います。私は、サンタさんの膝の上に乗って写真を撮りましたが、時代なのか、アクリル板で区切られているのが印象的でした。1枚30ドルでプロのカメラマンが撮ってくれて、プリントアウトもしてくれるので、すごくいい思い出になると思います。続きまして3戦目はクリスマスの雰囲気を楽しめるショップを紹介したいと思います。1つ目は雑貨屋さんのソーハです。皆さん雑貨屋さん好きですか？雑貨屋さんって女性にとってはすごく楽しいところだと思っています。ハワイらしい可愛い食器やクッション、あとはドアのサインなど、お部屋や生活空間を彩るアイテムがたくさん揃っていまして、日本とは違う雰囲気のクリスマスの飾り物やとっておきのキュートなアイテムに出会えるかもしれません。夫婦やカップルでお部屋に何を置くかとか話しながら見る雑貨って楽しくないですか？ショップの2つ目はワイキキに戻ってきてしまいますが、ワイキキクリスマスストアです。クリスマスツリーに飾るオーナメントがメインのショップで、ワイキキとクリスマスっていう一見つながりにくいようにも思えるかもしれない、そんなユニークな名前のショップです。こんな感じでサンタさんが浮き輪やサーフボードに乗っているオーナメントやディスプレイなどが遊び心があっていいと思います。こちらのショップのオーナーの女性なんですけれども、親戚がオーナメントのコレクターだったことをきっかけに、ハワイでオーナメントの需要が意外とあることに気がついたんですね。で、意外とショップや商品のバリエーションがその当時なかったこと、そして、観光でハワイに訪れた人たちが、ハワイのご当地もの欲しいという需要があることを知って、たった一人でオーナメントのショップを35年ほど前に立ち上げたんです。もちろんいろんなアイテムは可愛いのですが、実はこちらのショップ、カスタムやオーダーメイドもできるようになっていまして、オリジナルのオーナメントを作ることも可能なんですね。このサービスは結構前から行われていて、世界でたった一つのユニークなハワイを感じることができる、そんなオーナメントを記念に作るっていうのもアメリカらしくていいなって思います。日本だと一年中クリスマスのグッズを売るところってあんまりないかもしれませんが、正直ね、私もクリスマスの時期ではない時、夏のシーズンとかどうしてるんだろうって考えてしまってたんですが、こちらのお店1年を通じてお土産やウェディング、そしてハネムーンなんか、そういう需要がしっかりとしてて、恋人や大事な人たちとの自分たち用に、ちょっとしたオリジナルを作ってみてもいいかもしれないですし、あとはお土産でオリジナリティを出したい人にも本当におすすめです。皆さんもオリジナルのオーナメントを作って飾ってみてはいかがでしょうか。続きまして4戦目はスーパーマーケットです。クリスマスにスーパーマーケットと思うかもしれませんが、ところ変わるとではありませんが、アメリカの食卓を彩る様々な食品やグッズに出会えます。旅先のスーパーって普段の近場のスーパーでは見かけないものが多くって、結構面白くないですか？私もたまの日本でスーパーに行くと結構新鮮な気分になったり、新しい発見があったりするんですね。で、スーパーはクリスマスらしい食品、プレゼントで2箇所ほど掘り下げてみたいと思います。まずこちら1つ目ですが、アメリカ人にとって一番メジャーなウォルマートから紹介したいと思います。
ワイキキから車で12分ぐらいのところでアラモアナ地区にある超大型のスーパーで、ハワイらしいバラ巻きのお土産、電化製品、アパレル、生活雑貨、パーティーグッズ、生鮮食品、そしておもちゃまで買えてしまいます。長い人だと 2,3 時間ぐらいは買い物ができるような、そんな場所かもしれません。こちらウォルマートはおもちゃがとにかくたくさんあります。国が変わるとおもちゃが変わると、私の友人のパパが言ったりしていましたが、アメリカのおもちゃって色味がカラフルだったり、コンセプトが日本と全く違ったりしてて結構面白いと思うんですね。私は独身で子供がいないため、おもちゃを買うシチュエーションってぶっちゃけそんなに多くはないんですが、ここは家族連れで、あるいは子連れで楽しく買い物ができると思います。あとクリスマスプレゼントと言いますと、普通ラップがあると思うんですが、アメリカではショップの店員さんに任せっきりにしないで、そこに自分のクリスマスカードを添えて、で自分で包んじゃうっていうことが結構多いんですね。きっとアメリカのパパやママさんたちは私よりもはるかにラッピングが上手なんだろうなと思いつつ、お土産にも可愛い、ラッピングアイテムやカードを探してみてもいいと思います。あとはパーティーグッズなんかもすごくおすすめなので、ゆっくり時間をかけて覗いてみてもらったらいいのかなって思います。で、余談ですが、ハワイで大人気のスパム、最近盗難が多いのか、こんな風に電化製品みたいなレジで外す、ケースに入ってしまう感じになってしまいました。今度はアメリカやハワイの人たちの食事を垣間見れるスーパーをご紹介します。アメリカのクリスマスって家族で、そしてお家で過ごすっていう感覚が日本よりすごく強いんじゃないかなって思います。スーパーの2つ目はセーフウェイのカパフル店です。こちらもワイキキから車で10分ぐらいで行けますので、比較的近いと思います。レナーズというマルサデが有名なパン屋さんの向かいくらいにありまして、ハワイの人気サイクルシェアのビキを使って行っても、ワイキキから多分15分ぐらいで行けるんじゃないかなと思います。日本だとクリスマスって言えばチキンをまずイメージする人が多いんじゃないかなって思うんですが、皆様はどうですか？で、アメリカってクリスマスに出てくるのがまず多分七面鳥じゃないかな、もしくはハムじゃないかなって思うんですね。で、ハワイのスーパーってとにかくこんな感じですごく大きなアイテムが多くて、もちろんそういうのもすごく楽しいのですが、こちらではケーキをおすすめします。アメリカのケーキって原色、ビビッドカラー、そしてネオンカラーを使っているところもあったりして、とにかく賑やかなデコレーションと、カラーリングが特徴に挙げられることが多いかなと思います。私も大人になった今だと正直もうそんなに量は食べられないのですが、ハワイでの幼少期の、ケーキの記憶の断片って甘さ、色、そして大きさ、デザインの迫力がすごかったなっていうのがおぼろげながら記憶に強烈に残ってるんですね。あとはこの派手派手なケーキとクリスマスツリーの元に数えきれないくらいのプレゼントが敷き詰められていて、今から思うと子供の時の自分の見てた景色ってそれがアメリカらしいクリスマスの雰囲気だったのかなって思います。セーフウェイですが、こういったアメリカ版デコレーションケーキに力を入れていまして、ヒーローやプリンセスもののケーキ、サンタさんがビーチゴーアーみたいな絵がプリントされてるっていうのかな、それが写っているものなど子供心をむちゃくちゃくすぐる、そんなケーキがたくさんあるんです。ディスプレイはいわゆるひな型的なアイテムが多いのですが、英語が多少できる人ならカタログを見ながらこんな感じにしてといった、リクエストもできたりします。ハワイに来るタイミングが年末のホリデーシーズンだったりしたら、カップルでホテルのベランダとかでクリスマスを楽しむのもいいですし、ちょっとしたインスタ映えなんかも狙ってみてもいいですし、お子様のいる家庭にもすごく楽しい雰囲気になると思うので、ぜひ訪れてお好みのケーキを探してみてほしいなって思います。ハワイでクリスマスを感じる場所5選目です。コロナ禍ということもあり、なかなか思うように撮影取材ができなかったりしましたが、やっぱりね、クリスマスにはイルミネーションも大事ということで、最後は夜のホノルルシティライツもご紹介します。フレンズオブホノルルシティライツという非営利団体を中心にホノルル市の共生、そして民間企業の寄付や協賛をもとに官民共同で1985年より開催されているイベントでして、ダウンタウンエリアのホノルル市庁舎の周辺で開催されています。官民一体っていうのがいいですよね。イベントが夜ということもあるので、アクセスはワイキキからですと車やタクシーの方がいいかなと思ったりします。時間は20分弱くらいかなと思います。ワイキキとこのイベント会場の間をトロリーが循環していたりするので、それを利用するのもいいかなと思います。
日本だと様々な街でイルミネーションがたくさん見れると思いますが、ハワイの場合全てが結構コンパクトなんですね。なのでイルミネーションのメインはここになりまして、例年だいたい12月の始まりから正月くらいまでの期間毎日開催されています。歴史を感じさせるすごくレトロな市庁舎はホノルル市庁と評議会があるところでして、入り口のこちらのサンタさんはシャカサインっていうのがハワイらしいですよね。で隣のトゥトゥメレというサンタの奥さんも一緒にハワイのクリスマスを彩ってくれています。メインの通りの15メーターくらいのツリーは毎年オーナメントや飾りが変わるんですね。毎年訪れるローカルの人もいて、今年は去年と違ってツリーがこうなったと職場で語り出す人もいて、それもハワイらしいなって思います。メインの会場は中にあるので少し中に入ってみたいと思います。中は視聴者のメインロビーといった場所で、建物自体スパニッシュコロニアル建築様式と呼ばれている建物のスタイルで、こちらも重厚感がある雰囲気を楽しむことができます。中に入ると様々な地方自治体や公共団体などの人々が作ったクリスマスツリーを見ることができます。ツナ缶のディスプレイやエビやポチギーソーセージの食べ物のツリーとか、ユニークなディスプレイもたくさんあるんですね。あとはスポーツをテーマにしたものだったり、海をテーマにしたものだったり、様々なディスプレイが楽しめます。私はどんな団体の人たちがどんなテーマでどんな思いで作ったんだろうとか思いながら楽しめます。ここは恋人そして家族でゆっくりとハワイの人たちのユニークなクリスマスの雰囲気を楽しむにはすごくいいと思います。ゆっくりと暮れゆく2021年の雰囲気をしばし楽しんでもらえたらと思います。さてハワイでクリスマスを感じるスポット5選、いかがでしたか？皆さんはどんな2022年になることを願っていますか？どうぞ素敵な年末となりますようお祈りいたします。